坂井学は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員。内閣官房副長官、総務副大臣兼内閣府副大臣、財務副大臣、国土交通大臣政務官兼、復興大臣政務官等を歴任。東京都府中市出身、東京都立国立高等学校卒業。 1989年3月、東京大学法学部第3類卒業。同年4月、松下整形塾に入塾。卒塾後、矢上正義衆議院議員公設第一秘書となる。1994年12月、治水者に入社。業務として、家庭排水処理に取り組みに休館工事施工管理、技師や浄化層設備士、浄化層技術管理者の資格を取得。 1997年12月、衆議院議員、鳩山国夫の秘書となる。2003年8月、衆議院議員選挙に立候補するため、鳩山国夫事務所を退職。11月の第43回衆議院議員総選挙に、神奈川5区から自由民主党公認で出馬。民主党前職の田中慶州に敗れ落選。2005年の 第44回衆議院議員総選挙では小泉旋風に乗って田中を破り初当選。2009年の第45回衆議院議員総選挙で公明党の推薦も受けたが、再び田中に破れ落選。2012年の第46回衆議院議員総選挙で田中を破り、国政に復帰。二千十三年二月六日、辞任した徳田武史の公認として、 国土交通大臣政務官兼、復興大臣政務官に就任。2014年9月12日、東国土交通部会長に就任。第47回衆議院議員総選挙で参戦。2015年10月9日、財務副大臣に就任。2017年、ガーナ共和国アクフォアド新大統領の就任式に、安倍晋三内閣総理大臣の特使として派遣された。 8月7日、総務副大臣県内閣府副大臣に就任。9月、自民党横浜市連会長に就任。同年10月の第48回衆議院議員総選挙で4選。2018年10月、衆議院財務金融委員長に就任。2019年9月、自民党副幹事長に、同10月、衆議院総務委員会筆頭理事に就任。 2020年9月16日、菅義偉内閣が成立。酒井は内閣官房副長官に就任した。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙でご選。ありがとうございます。